激しい火花が散っています。人間の2倍の速度で溶接できるということです。清水建設は建設現場でセンサーで形を認識して鉄骨を溶接したり、天井ボードを取り付けたり、最大で1トンの資材を運ぶことができる3種類のロボットを開発しました。2020年の東京大会に向けて急増している関連工事も視野に、この秋から導入する予定です。建設現場では人手不足が深刻で、2025年には128万人が足りなくなると見られています。